皆さんこんにちは。ホロアイズ株式会社帝京大学特任教授の杉本真希と言います。バーチャルとリアルの境界がなくなり、データとユーザーが共存する時代だと言われています。疫学的な情報、こういったものが医療機関だけではなくて一般の社会や健康な人にも共存されるべきだと。これからは医療もおそらく、ビジネス展開するのには IT ビジネス、あるいはデータビジネスが重要だと思うんですね。人それぞれに最適化された精密手術というのができるので、実際の形じゃなくても機能の本質と同じような環境をユーザーの感覚を刺激して理工学的に作るものと、情報の共有によって技術の伝承ができるようになったんです。時間や空間を超えるような新しい社会が今築かれつつあります。民生のテクノロジーを一般的に広めるということが、医療の底上げにつながると考えているんですね。皆さんこんにちは。ホロアイズ株式会社帝京大学特任教授の杉本真希と言います。今日は医療の新しいニューノーマルな時代の話や、また新しい新状態にこれからデジタルやバーチャルが注目される、そういった新しい話題を踏まえながら、新しいビジネスにそれをつなげていく秘訣なども我々の経験からお話ししたいと思います。今日はよろしくお願いします。私はホロアイズ株式会社を創業して今5年目に当たるんですが、医療機器の認証を取り、今約120の施設で我々のシステムが使われているんですね。今ご覧のバーチャルリアリティを使って患者さんのレントゲンや CT 画像をホログラムのように浮かして、より医療を分かりやすく、そして健康な人が病気になりにくくする、そういったお手伝いをしているわけです。私がなぜこういった会社を起業しようと思ったか、そしてそれが今どのように実際の世の中に活用されているか、そして皆さんだったらこれからの世の中でこういったものはどんなことに活用できるか、そういったお話をしたいと思います。